皆さん、お疲れ様です。おもちゃ大好き、ゆうぎです。今回はこちら。ベイブレードバーストより新しいベイブレードができたので、こちら皆さんと共有したいなと思いまして、紹介したいと思います。こちらスパーキングベイ持ってる方でしたら、すぐに作ることができて、普段とは違ったバトルができ、すごい楽しいので、ぜひ試してみてください。スパーキングベイのシングルシャシ、ダブルシャシ、どちらも対応してますので、幅広く楽しめるかなって思います。前半に作り方、シングルシャシ、ダブルシャシの方を紹介しまして、で、後半に、ちょっとスタミナも変わったりもしたので、そちら検証して、で、最後にバトルしたいと思います。で、今回も甥っ子に手伝ってもらって、同時シュートへしますので、で、バトルも、まあ、結構、普段とは違った感じになるので楽しんでもらえるかなって思っています。今回も楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、早速作り方説明していきたいと思います。まずは左側のこちらグライドではなくシングルシャシの方から説明していきたいと思います。こちらノーマルのデフォルトの何も改造されてないものです。こちらまず外しまして、でシャーシも外します。そしてパーキングチップ、こちらを外します。でリング、もうこれだけです。リングを取り外して、でこちらシャーシ、シングルシャーシ、こちら 1S なんですけど、まあ、どのシャーシでも使えたので今発売されているものは。でこちらをまずはまるところがあるのではめます。でこちらディスク、まあ、ホイール、こちらもディスク何でもできるのではめます。で最後にドライバー、こちらをこちらのスパイキングチップを押さえながら回します。でこれでもう完成です。名前決めた方がいいですね。なんか名前ないと分かりづらいんで。じゃリングがなくなってはだけた感じなのでワイルド感が出てるんで、ワイルドベイでいきますか。ワイルドベイ、まあ、ワイルドベイという風に名前今つけたんですけど、まあ、こちらワイルドベイラグナルク、ワイルドラグナルクの完成です。いや、これが思ったより楽しかったので、まあ、ベイブレード、スパーキングベイ、いじってましたら、まあ、たまたまひらめいて、つけたら、組めることができたので、で、結構楽しめたので、皆さんとも共有できたなって思いました。で、こちらが、まあ、ワイルド・ラグナルク。で、こちら、ダブルシャーシ、ブレイバルキリーあるんですけど、こちらも先ほど同様、もうすぐ簡単です。まずは、ドライバー外し、ダブルシャーシ、こちらも外して、で、スパーキングチップ。こちら外し、リングだけを外します。でまた同じように、まあ、ダブルシャーシ、スパーキングチップをはまるところがあるのではめまして、で最後に、まあ、スパーキングチップを押さえながらドライバーをつけます。でこれで完成です。まあ、ワイルドバルキリーですね。ワイルドシリーズ勝手につけてますけど、まあこれですごい、リングが外れるだけで結構見た目が変わります。でこれでもう想像が豊かな方は分かるかなと思うんですけど、またこのここがもう全部金属なんで、こちらも、まあ、こちらバルキリーはラバーなんですけど、まあここの感じが、バトルした時のこの感じがたまらないんですよ。まあそれは後ほどバトルで分かるかなと思うんですけど、これですぐにできます。ワイルドベイ、普段のバトルとかちょっと飽きてきたなと思ったらこちら試してもらえるとちょっとまた違った楽しみ方なので楽しめるかなと思います。まあ、もちろん、まあ、バーストもしますし、オーバーもありますし、スピンフィニッシュも全部ありますんで。でこちら重さ1回だけ測って、ちょっとどのぐらい重さが変わるのか1回測りまして、あとスタジアムに移動したいと思います。まずは普通の状態で測ります。 66.366.3 です。でこちらを先ほどのワイルド状態にしますと 53.9 です。重さは 66.3 から 53.9 に落ちましたね。でこちらのシングルシャーシの方も測りたいと思います。 64.4 でこちらをワイルド状態にしますと 55.7g になりました。約 10g ぐらい落ちましたね。早速スタジアム方に移動して検証とバトルしていきたいと思います。はい、今回も全てのスタジアム準備しました。スタンダードのベイスタジアム、ワイルドベイスタジアム、ビッグベイスタジアム、でこのワイルド化したベイ、どんな動きをするのか、どのぐらいスタミナがあるのか、そしてバトルしていきたいと思います。まずは参考までにこちらグライドラグナルクノーマルバージョン、デフォルト何も改造されてないものをどのぐらいタイムがあるのかを見てもらって、で次にワイルド化したもののタイム見てもらいたいと思います。
6秒でしたね。前グラグラグナックのレビュー動画も上げてるんですけど、2分超えたの初めてですね。どのベイブレード今までレビューしてきたんですけど、2分はちょっと初めてでした。まさかのちょっと2分超えでした。次、ワイルド化したもの見ていきたいと思います。ワイルド化したラグナルクいきます。はい。約2分28秒でした。とんでもないタイム出ましたね。すごいです。軽くなったんで、持久、スタミナなくなるのかなと思ったんですけど、逆に増えましたね。いや、ワイルドベイ、ワイルド化したもの、すごいですね。早速バトル、行きたいと思います。まずはスタンダードのベースアジムで、スーパーハイペリオンのワイルド化したものと、甥っ子が使うのが、キングヘリオスのワイルド化したものです。で、ライトランチャーでも、ベイランチャーでも、どちらでもできるんで、3、2、1、5、4。スーパーハイペリオンワイルド化したものバスフィニッシュでした。次はワイドスタジアムでグライドラグナルクのワイルド化したものとキングエリオスでいきます。3、2、1、5、4。スタミナ対決を制したのはグライドラグナルクのワイルド化したものでした。長かったですね。次はビッグベイスタジアムでスーパーハイペリオンのワイルド化したものとカースサタンのワイルド化したものでいきます。3、2、1、5、4。カースサタンバーストフィニッシュでした。ビッグベイスタジアムでブレイブバルキリーワイルド化したものとスーパーハイペリオンワイルド化したものとキングエリオスワイルド化したものでバトルしたいと思います。3、2、1、5、シュ。おーレッド勝ちじゃん。何だったでしょうか。スパーキングベイを新しいベイ、ワイルドベイにしてみた。いやー楽しいですね。バトルしてる時に鳴る音がすごいたまらないんですよね。キンキンキンっていうあの音、アニメで言うと剣と剣でやり合ってるような音で、メタベイ好きだった人だったらまたちょっと当時を思い出させるような音、この鉄とメタルの部分が当たってる音がたまらないんですよね。でこのバランスもよく、ファーストもまあ、普段よりもちろんしやすくはなってるんですけど、まあ、今がちょっとバーストしにくくなりすぎてて、ダブルバーストっていうのはやっぱりバーストが一番面白いなって思ってて、バーストしなくなりすぎちゃってて、ちょっとそのハラハラ感がなくなっちゃってるんで、ちょっとつまんなくなっちゃってるなっていうのもあったんですけど、この、まあ、勝手に名前つけちゃったんですけど、ワイルド化したものだと、まあ、程よくバーストもしてくれますし、で、どのベイ、シングルシャーシでもダブルシャーシでも、バランスよくしてくれますし、なんでいつバーストするかもわからないんで、あの当時の最初の頃のようなバトル中にバーストしないでくれっていうあの感じを思い出してくれたり、で、オーバーも弾き飛ばしてオーバーもありますし、まあ、スピンフィニッシュもありますし、で、意外にもスタミナが伸びたという結果にもなりまして、まあ、そこもちょっといいところかなって思いました。まあ、やっぱ長く回ってた方がちょっと楽しいなっていうのもあるんで、まあ、すぐ止まっちゃって、
よりは長く回ってた方がさらに楽しめるなって思ってたので、軽くなってスタミナが落ちるのかなと思ったらそんなことはなく、意外とスタミナはどのベイブレード上がりましたね。で、作るのもスパーキングベイあれば本当にすぐに出来上がるので、ちょっといつもとは違ったベイブレードしたいなって思う方にはおすすめです。スパーキングベイがこれからも増えてくると思うんですけど、またそういったものをこうやってワイルド化してみて、で自分のオリジナル作って、で友達と、まあ、公式ではないんですけど普段とは違ったバトルしてみたりすると、またさらに盛り上がるんじゃないでしょうか。すごい楽しかったです。甥っ子にも結構評判で、でランチャーもライトランチャーもベイランチャーもどちらも使えますん で右回転左回転にも関係なく今のところは全部対応してます。見た目も結構リングつけてるのとつけてないのじゃ変わるなってのも思いましたね。結構ギラギラしてて意外にもかっこよくなったなって。ちょっとラグナルクは寂しい感も出てるんですけど、まあ、バルキリーとかハイペリオン、ヘリオスあたりはかっこよく、なんかすごいまた見た目もいいかなって思いますし、サターンとかはなんかメタベ思い出すような感じもしますね。でやっぱリングついてないことによって一回りくらい小さくもなるので、スタジアムにも溶け込んで楽しいと思います。ぜひ皆さんもこのワイルド化した状態のベイで遊んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。3、2、1、ゴー。